はい、どうもデルです。さて今回はですね、ガールズガールズ×アイスクリーム DNA ミュージックビデオ感想トークということで、散歩スタイルでお届けできればなというふうに思っておるわけなんですけど、なぜこのようなスタイルになったか、本当はねリアクションでお届けしたかったんですけれども、時間がない、撮影する時間がない、体力がないということで、まあ、散歩しながらね撮影だったらいけるということで、時間的にも OK ということで、このようなスタイルでね、もう見たので感想をねお話しできればなというふうに思っておりますけれども、風が強いんですよということで、まあ、お話をねしていきたいなと思いますけれども、皆さんどうでしたか？見た？ガールズガールズ×アイスクリーム DNA、 すごかった、よかった、まず作品としては良かった、すごく良かったなというふうに思います。めちゃめちゃね気合が入っててね、作品として映像としてもめちゃめちゃかっこよかったし、楽曲もね生きていたなというふうに思って、ふーっとね胸をなで下ろしたんですけれども、びっくりしたね、本当に。あのね、出てきたんですよ、まさかの元 E-Girls のあのお二方が出てきたんです。まあね、僕予想ではですね、ムーンチャイルドのね、LDH に残ったね、アンリさんとかミラノさんじゃないからとか思ってたんですけど、そんなことはないと。まあそんなことない。もうさすがにないよねとは思ってたけど、なかったね。誰が出てきたかっていうと、ツインタワーのお二方です。元 E-Girls の楓さん。今はね、ファイビーの楓さんとですね、そして佐藤晴美さん、このお二方がなんと、出てきて踊るということがありまして、まさかだよね、そんなこと予想しないじゃん普通。元 E-Girls のメンバーが出てきて踊るなんて、そんなサプライズで出演なんてことありえないと思ってたから、そんなことないよねと思ってたから、あったよね、ありましたということでね、元 E-Girls のメンバー登場、なんともね、まあ継承 DNA ということでね出てきたということなんですけれども、まあこれに関してはすごいなと、マジかというところと、ああマジかと、そう、ちょっとね、まあね、いろいろ言いたいこともあるなというところではあるんですけれど、まずね、まあ感想をね、いろいろ喋っていきましょうか。まず今回の MV のね、全体的な話すると良かったと、ね、質感的にも高かったし、クオリティも良かったんですごかったっていうねお話なんですよね。でクリエイティブ周りがやっぱりこうだるまさんが関わってるということで、そのら辺のね雰囲気も感じましたし、すごくヒップホップ的なねあの要素も感じましたし、あとはなんて言うんでしょう、うわ雨降ってきてる、うわ雨降ってきてる、ポツリポツリ雨降ってきてる、まあいいやこのまま続けようぜ。ですね、どこまで喋ったっけ、そうだるまさんが関わってるということで、まあその辺のね、雰囲気も感じたし、まあワンシチュエーションでしたね。基本的にはあのね、あの床がね、なんかこういろいろ映像が変わる、まあね、なんて言うんでしょうね、ビジョンと言いますかね、スクリーンと言いますか、液晶と言いますか、そこをねあのステージにして、で上にこうライト板みたいなのがあって、そのなんかこうよくある形、めっちゃ見たことあるみたいな、なんかこうサイキックフィーバーの Just Like That だったりとかね、まあいろんな MV で見たことのある構造で、めちゃめちゃ雨降ってる、そうで、そんな感じの構造の中、こういろいろねあの映像だったりライティングが変わって踊ってパフォーマンスするっていうような構成だったんですけど、まあそれに関しては見たことあるなというところだったんですけれども、かなりこうカメラワークだったりとかね、あの構成だったりとか、あとはねサーモグラフィーとかのね演出もあって、飽きない構成にはなっていたのかなというところにあります。まあ見たことあるけれども飽きないよねみたいな、そういう感じじゃないかなというふうに思います。でまあ僕的にやっぱこうルイちゃん、やっぱすごいね、あの子ね、ルイちゃんがかなりこう光ってたというか、やっぱこう今のね、この新世代 LDH ガールズを引っ張っていってるのは間違いなくもうルイちゃんなんじゃないかなって思いますね。やっぱ存在感だったりとか、歌唱力の高さだったりとか、パフォーマンス力の高さっていうものはやっぱピカイチで、ルイちゃんだなというふうにね思ったわけなんですよね。めちゃめちゃ良かったね。まあガールズガールズのキラちゃんとかもねめちゃめちゃ目立ってましたし、ガールズガールズの面々もね目立ってたし、アイスクリームだから全体的に一つになっていたような気がしますね。まあこれが良くも悪くもなんだよね。というのもやっぱりこうあれだけの作品を作るためには、ガールズガールズとアイスクリームが一つにならざるを得ないというか、ならなきゃいけない、そういう現状があるっていうことがすごくなんて言うんでしょうね、まあ良くも悪くもというようなところなんじゃないかなっていうふうに思います。何が良くも悪くもかっていうと、やっぱそのなんだろう、制作費というか予算面もそうだし、あとはなんだろうね、その何
オーラというか雰囲気というか放つ存在感とかも含めて、やっぱこう一つにならないといけないのかなって、そのなんでコンセプトも含めてね、こういうことをやるには一つにならないといけないのかっていうところはすごくやっぱ思うところではあるかなというふうに思いますね。だってさ、やっぱ考えてみてくださいよ。別にさ、ガールズガールズ単体だったりアイスクリーム単体でやっても別にやれないことはないんですよね。でもあのクオリティを出すには一つにならないとって言ったところでやってると思うんですよね。しかもこれがまあ2本目っていうところでもありますね。まあ MV だけでも3本目かね、ロックステディとザ・ファイネスト、そして今回の DNA ということでね、3本目ということで、って感じもあるんだけどね、正直な話。でも作品だけで言えば最高なんですよ。そう、作品だけで言えば最高なんだけど、いろんな背景含めるとね、今のこのガールズとしてのこう盛り上がりとかもいろいろ含めると、ちょっとね、いろいろ思うところではあるけれども、雨がすごい、雨がすごいんですよ、雨がすごくて、ね、雨がすごいんですよね。ということで、まああとはね、元 E ガールズのねメンバーお二人を出したっていうのは最適種であり最悪種だったかなと個人的にはね思います。なんでかっていうと、最適種っていうのはどういう意味かっていうと、まあ今回継承 DNA っていうね、まあそういう意味合いというかね、コンセプトがある中で、やっぱこう先輩が出てくるっていうのは、まあ、まあすごいなって単純に思うし、まあそうかっていうところもあるし、まあ予想外ではあるし、ビッグサプライズではあるんですけれども、だからそれでね、まあその場しのぎっちゃその場しのぎというか、盛り上がるは盛り上がるよねっていうか、でも最悪者は最悪者で、元 E ガールズ、要は E ガールズの功績というか栄光にまだちょっとすがっている感じはやっぱどうしても雰囲気として出ちゃうというか、自分たちでやっぱ自立してほしいんですよね、ガールズガールズもアイスクリームもね。その思いがある中で、ああ出してきたかっていうのはちょっとね、どこかでは思ったかなというふうには思いますね。だから自立しなきゃいけないんですよ、ガールズガールズもアイスクリームも自分たちで。でもね、ガールズガールズとアイスクリームの 手を組むことによって、まあいいんだよ、パフォーマンスとしてはすごくいいし、今回の作品最高だったんだけれども、でもやっぱこうなると、え、ガールズガールズとアイスクリーム一つになった方がいいんじゃねとかね、あのなんかこういうの見れるんだったら一つでもいいんじゃねとか、そういう風に思ってしまうよね、どうしてもね。みんなもやっぱこうよぎるというかね、アイスクリームガールズガールズ一つになるんじゃねってよぎってるよね。それはね、多分ね、もしかしたら狙ってるのかもしれないしね、副作用なのかもしれないけれども、わかんないけれども、でもね、自立するべきなんですよね。だからここは選択を迫られているところではあるかなというふうに思います。明らかにだってね、グループ単体の時よりもパフォーマンス力が高い、表現力が高い、作品のクオリティが高いのは間違いないんでね。これはもうだってみんなも感じてることでしょ。だって2つがさ、重なってる時が盛り上がってるってことはそういうことじゃん。ね。ってことでしょ。っていうことになるから、自立してお互いそれぞれね、いい作品を生んでほしいなと思うし、もうやるんだったらもうきっぱり一つになる。やるんだったらね。でもいいかなって、潔く。私たち合体します、もっともっとね、LDH のガールズを盛り上げていけるように頑張りますとかでもいいのかなっていうふうにも思うんですけどね。なんかこうどっちつかず中途半端がいけないからね。なんか見ててね、そう思ったかな。まあ DNA としてはすごくね、かっこよかったなっていうふうに思います。 MV もね、すごく良かったなって。サーモグラフィーの演出も、要は自分の内からこう高まる熱があると、この DNA を燃やしていくぞっていうようなところだと思うんでね、サーモグラフィーの演出もね。なのでね、って感じですね。いや、めちゃめちゃ良かったけどね、かっこよかったけどね。いろいろ思うところはやっぱあるよね、それはね。やっぱ一つになるなら一つになる、自立するならもうここいらでね、それぞれで新たなスタートを踏んでいくとかっていうことになるのかなっていうふうに思うんですよね。中途半端にガールズガールズかけるアイスクリームっていうものを、要はね、一定期間の間、要は半年に一回とかでやるペースなんですかね、今の雰囲気から見ると。確かに売れるし盛り上がるし ね、そうなるといい作品できるんだと思うんですけど、でもねっていうところですよね。これは皆さんの意見も伺いたい。いや、僕は今回別になんかこう作品が 悪かったらもっとね、おいっていうつもりではいたんだけど、別に作品が良かったからさ、でもいいならいいで、これね、それぞれのグループでできませんかみたいな、
できないんであれば、ね、一つになりなっていうところですよね。はい、というわけで以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。ではまた次の動画で、バイバイ。てかめちゃめちゃかっこよかった。カメラワーク最高。